高畑浩二は、日本の詩人。大阪府市場縄手市出身。市場縄手市立市の部が丘小学校。市場縄手市立市場縄手中学校。大阪府立市場縄手高等学校卒業。早稲田大学政治経済学部政治学科中退。1988年に第一詩集。詩と生の交わりを出版。孝三英二、森田進、麻生直子、青井川玲。 中村藤夫、小川秀春等の詩人が土曜美術者、出版販売発行の詩詩、詩と思想で、同社社手の加藤育恵を交え、日本全国の多彩な詩人たちと起こした現代詩の蘇生、革新運動に、新しい世代の詩人として参加。活発に詩を発表、詩集を出版し、第三詩集、愛は、全国学校図書館協議会選定図書、第五詩集、 さようならは1996年度日本詩人クラブ、新人賞最終候補になるなどの評価を得た。1996年から1997年には、サンマーク出版の創刊誌、エヴァの扉の詩を毎号連載。詩詩、ホームページ、ブログなどでも、詩とエッセイを発表。日本詩人クラブ会員。高畑の詩を論じた詩人の主な評論には、宮城松隆史書。 沖縄の評論、エッセイ文庫一死後の密度書集の、高畑光二論詩集、愛の歌の絵本を中心に、中村藤夫著、現代史展望1994から1997書集の、現代史のニューウェーブ4、三田洋著、特集現代史の五十人詩と、思想1998年ナンバーワン54、ボリューム2書集の、高畑光二愛のメルヘンに包まれて、高藤雅子著、 書評、生きることの美しさに溢れた一冊などがある。ありがとうございます。